ロハチャンネルです。今回はね、この仮面ライダージュオーのフィギュアライズスタンダードということでストップモーションでね組み立てをしていきましたけれども、本来ねちょっと予定ではストップモーションでやる予定しかなかったんですけど、あまりにね完成度とか素材感がすごかったので、もう急遽ね声出しをすることに決めました。ということでね、早速見ていきたいんですけど、これすごいよね。やっぱりプラモデルですからね、プラモデルでこのプロポーション、この素材感、この完成度は本当にすごいと思う。で、近くでちょっとねすごいポイントを見ていきたいんですけども、まず複眼はこんな感じで、何が嬉しいって、もうこのシルバー塗装されたパーツですよね。すでに塗装がされているこの素晴らしすぎる塗装、もう本当に完成度がぐんと上がりますよね。めちゃくちゃいい。そして複眼はクリアパーツが使われていて、ここもねすごく綺麗。ただこのライダーという文字に関してはシールがね3箇所あるだけなので、実際墨入れとかしないとちょっとね本格的な雰囲気とは離れてるかなという感じはありますね。ただ本当にもうこれだけで十分に綺麗ですね。もう火の打ち所がないような感じで、ベルトはクリアパーツではなくて白のね、成型色でなっていて、シールをこう貼っているような感じです。足元はこんな感じで、ここもシルバーなんですよね。で、後ろはこうで、まあね、でこの黒自体も結構マットな感じだし、最近のねフィギュアライズスタンダードも本当にどんどん進化していて、関節もやっぱり結構しっかりしてる感じ、硬すぎて動きにくいっていう感じはないし、こう緩すぎる感じもないんですよね。こうやってこう揺らしてもね、あ、全然動かないじゃないですか。こうやってても全然動かないけど、実際まあ動かすとこう動くっていうね、ちょうどいい感じの硬さなんですよね、関節が。よいしょ。武器パーツを見てみると、手首はね差し替え用グーが2つ、パーが2つと、あとはこのね武器を持つ用の手と、あとこのポージングを取るね、この人差し指が取った立った左手ですよね、がついてます。で、よいしょ。はい、時間切れ度を持たすとこんな感じですね。時間切れ度の完成度もね造形素晴らしいし、これね剣モードがありつつ、あららら、剣ちょっと斬新、剣モードがありつつの、この先端を取り替えることで銃モードにも変化するということなんですよね。はい、これで銃モードが完成ですね。こんな感じで銃を持ってねポージングを取らすこともできますね。はい、で SH フィギュアーツのジオと比較するとこんな感じです。はい、ちょっとね色合いは少しねこのフィギュアライズの方が明るいかなっていう感じ。ただこのね SH フィギュアーツのジオの完成度が本当に半端ないので、まあそれに比べても色合いとかね、まあ、ちょっと造形に関しては違う雰囲気ではありながらも、相当にクオリティが高いのが分かりますよね。そのフィギュアの中ではかなり最高峰とされているアーツに比べて、これプラモデルですからね、マジですごい。あ、で後ろ側もねこれも全部シルバー塗装がされていますよね。後ろ側特にすごい、後ろ側こうやって比べた時に本当に遜色ない感じありますね。やばいなこれ。 SH フィギュアーツももちろんすごいけど、それを追ってるというかね、まあちょっと追ってるというともしかしたらね、あのプラモデルなんで失礼かもしれないですけど、クオリティ的にはねこう本当に追いかけてる感じね、もうすごいよねこれ。で、価格は今回 SH フィギュアーツはねかなりもうお得な価格ではありましたので、まあ金額的にはそこまで大差はない気はするけど、ただ実際アーツってね5000、6000円とかするレベル、もう本当最近高くなっててね6000、7000円ぐらいするけど、こっちは本当に 2,3000 円で買えるっていうね、でもこのクオリティを出してくるっていう素晴らしさ、本当これからもねどんどんフィギュアライズスタンダードも期待してね追いかけていきたいと思います。僕はドラゴンボールでねかなりお世話になっているというか、本当にもうどんどんクオリティが上がってるなと思っていて、めちゃくちゃ毎回商品を見るのがすごく楽しみなんですけど、仮面ライダージオーとか仮面ライダーシリーズでもそれが楽しめるっていうことで、本当にもう最高ですね。もうこのちょっとフィギュアライズはもうどんどん追いかけてね、一緒に楽しんでいけたらなと思います。ということで、この動画が面白かった、参考になったと思う方はぜひともチャンネル登録お願いします。コメントもお待ちしております。それでは今回もありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。アロハ。